山脈のラインが。しますね。あ、閉まれてました。ハリケデンからこんにちは、ビオハリベルです。今日モデルのリコさんです。こんにちは。こんにちは。ということで、まあ、久々のメンテナンスで1ヶ月と10日ということで40日ぐらい経っちゃったんですけども、はい、前回ですね、ちょっと治療期間が空いて、うん、ちょっとなんか乱れてきちゃったって夜間頻尿の方、うん、で治療した後とかはどうだったんですか。まあ、1、2週ぐらいの方は、ね、1、2週は割ともう行かなかったり、朝方1回だけとか改善されてたんですけど、はいはい、また最近昨日とかの話になると寝て2時間後とか、ああ寝て2時間、またさらに2時間後、2回行きました。2回。その前は、その前の時は朝方1回だけ。そういうのがちょっと繰り返されてるから、だいぶ自律神経乱れてますね。でもね、お医者さんかかっても問題ないってことなんですけど、やっぱりストレスだったりとかいろいろあると思うんで、なんか気血水はぐっちゃぐちゃに乱れてそうですね。やっぱりね、本来だったらベストは3ヶ月集中するとか10回ぐらいをやっていくとか、前半5回、1ヶ月半ぐらいはね、1週間に1回ぐらいやっていってギュッとやると結構良くなるんですけど、まあなかなかスケジュールも大変ですから、月1回だと限界もあるんですけども、でもしっかりね、整えていければと思いますんで、やっていきたいと思います。それではGO。はい、では頻尿もですね、ちょっとこうビフォーアフターって出せないので、体をこばったりとか自律神経の乱れをね見ていくんですけど、お腹手を置いてもらって、右左ひねっていって、はい、左どうしました。なんかおかしかったですかね。右動かしてもらって、左、え、え、左の後ろのバックとか取れないじゃないですか。取れますって。大丈夫ですか。大丈夫です。ということで、ね、ボロボロなんで、はい、治療していきたいと思います。それでは、泌尿器系なんですけど、まあ、自律神経の乱れなんで、ここは仙骨部にですね、陰部神経っていうのがあるんですけど、そこを刺激して骨盤内の自律神経を整えたりとかするのも大事なんですけど、これ全体のですね、気血水のバランスを整えるというのが非常に重要になってきます。東洋医学的にね。東洋医学的っていうのは、頻尿になってしまった結果なんです。そこに対して治療するんじゃなくて、そのもっと土台ですね、人間の体の土台、乱れちゃう気血水が乱れているところを整えていくっていうのがすごく大事になってきますので、脈を見たり、お腹を見たりとか、舌を見たりとかして全体を整えていくわけですね。で、脈を見ます。おお、わかりました。そして舌を落とした、やっぱりキュンとね、まあ、お腹を見るとですね、こうですね。でも一回さっきね、別の治療してますんで結構良くなってますね。今度こっちが出てきましたね。やっぱりね、ちょっといいですね。胃から来て肝臓に来てたんですね。ちょっと経絡治療をしてですね、まず気血水整えて、ちょっと症状でバランス崩れてる経絡も最後にさらに整えていくっていう治療やってきます。でも消毒はしてますので、足首ね、頻尿の治療してきます。ああ、さっきね、一回、ちょっと別の治療入れてるんで、針棒消えてます。さっきはちょっとでっかいのやりましたけど、はい、まあ、ちょっと、嫌なこと言うと、ゴキブリ大の針棒がいましたけど、最後、やばいですね、でも今いないですから。はい、昔縁日何番に到達するかっていうのを自分で決めて、100円を出してこうパカッて外すとゲンゴロウが泳いでいくっていうのがあったんですよね。知ってますか。昭和すぎるのかな。ゲンゴロウが泳いでくるんですよ。そのゲンゴロウを見てもうゴキブリにしか見えなくて苦手なんですよ、あの黒い虫。ご飯中の方いたら申し訳ないんですけど、僕ね、大体のもの大丈夫なんですけど、虫苦手なんですよ。虫大丈夫ですか。虫大嫌いですね。ダメ、絶対ダメです。絶対ダメです、はい、虫は怖いですね。怖いですね。でしかも世界一人間を殺してるものって何だったんですか。
番多いのは蚊です。蚊？虫です。はい、マラリアとかですね。あ、そういうことか。蚊も怖いですね。怖いですね、虫。ごめんみたいなね。体を張った演技です。すいません。ダメダメ。ごめん。うわ。はい、ということで気血が整えたんですけど、最後にですね、いいね。これでいきます。もう 4K でいきます。まず対処。肝の契約。肝の契約ね。地輪球、山椒の記録。はい。して、大量ですね。そうだ、楽じゃないですか。あ、楽ですね。はい、外したらお腹も温かくなってきました。で、さらに膀胱に針ですけど大丈夫ですか。ちなみにおしっこ出なくて尿管が詰まるんですよ。ここにカテーテル入れるんですよ。それはエコーでやりますけど、針は入れてないですよ。針は表面だけですね。経絡を動かすために、はい、ということで、もう一個膀胱に50センチ針入れますけど大丈夫ですか。クシャス、ちょっと響きます。はい、OK です。で、今と気づいたんですけど、陰脈と黒脈っていうね、前後の経絡の流れもよくしたもので、ね、これ引っ張ってですね、針を入れます、はい。前後の経絡に針をした方がいいっていう会話の中でもうすでに100円を捉えようとしてるカメラマンがすごいですね。すごい。すごいです、この動きが。ということで、7分やらせていただきます。それでは7分経ちましたので、よく撮っていきます。ということで、今状態良くなりました。今度裏面にして、背中側ですね、治療していきたいと思います。それではですね、夜間頻尿もですね、結構背中全体の滞りとかですね、仙骨部の滞りを取っていく必要があるので、これ水玉で流した後に針をしていきます。では、頻尿の方を改善していきますけど、このね、背中に、さっきちょっと流したんで、いい色になってますけど、こう。仙骨のところを強くしていきます。うん、大丈夫ですか。なんとか。何その静かな。肝脈のラインが。ああ、ここに取ってきました。あ、いいんじゃないですか。ちょっと薄くなりました。いきたいと思います。でですね、泌尿器がここもね、ここに肺脈を動かすんです。それでは時間になりましたので、頻尿改善の水でも取っていきます。はい。はい。開放感ありますか？ありますね。ひどいですね。それでは、泌尿器なんですけどね、夜間頻尿とかで骨盤内の臓器の自律神経のバランスが整ってないので、陰部神経というところを刺激します。陰部神経というのはですね、骨盤神経層というところにつながっていて、それが骨盤内の臓器とかにね、自律神経として、まあ、交感神経繊維とか副交感神経繊維が入っていてですね、あの血流だったりとかセンサーだったりとかして動いていくわけです。で、それからあと、まあ、知覚神経もですね、膀胱がいっぱいになっているとか情報が脳に行ったりとかします。
で、それをここら辺のこの全体を整えていくのがね、外側からアプローチというか陰部神経のレスを刺激していきます。ここですね、ちょっと響きます。きますね。あ、閉まれてました。はい、大丈夫です。なんとか。なんとか。はい。ただ響きますよ。はい、来ました。響きますか。響きます。そのポイントに入ってってサイン。大丈夫、ちょっと叫びすぎて鼻水出てますけど、大丈夫ですか。ああ、もちろん泌尿器以外にも生理不順にも使われますし、男性の ED 治療とかもね、使われます。はい、はい、7本返していただきます。では時間になりました。針を取っておきます。ある方は寝てましたけど、リコさん寝れないですか。調子に入っても爆睡の方いますけど、はい、誰だか分かった方はコメント欄に書いてください。100センチの針で寝てましたからね。はい、はい、はい、ということで手術終わりましたけども、なんと顔が良くなってましたね。やばいですね。はい、ピンクです。はい、はい、よかった。これまたちゃんと寝れるようになると、はい、まあね、肌も調子上がりますから、はい、よく寝れたかっていうのはコメントをいただくようにして、こいつね、動画でいただければと思います。まず動き見てみましょうかね。はい、おお、いいですね、うん、いいですね。どうして後ろの壁見えますか。見えます。見えますね。はい、ということで頻尿とかですね、そういった夜間頻尿、夜起きてしまうとか悩んでる方ですね、もちろん、まあ、病院に行ってきちんと検査するっていうのは大事ですけども、まあ、なかなかですね、おしっこ止める薬っていうのはないので、止めちゃったら よろしくないじゃないですか。おしっこ出す薬っていうのね、利尿薬っていうのがありますけども、夜間頻尿でなかなか寝れないという方ですね、全身を整えてさらに局所もやってあげると熟眠できますので、お一人で悩まずにご相談いただければなと思います。こういった施術を受けたい方はですね、こちらには横浜元町と銀座にあります。また個室になってますね、プライバシーも守られているので安心していただけると思います。概要欄の辺からお問い合わせいただけると思います。またですね、こういった施術は僕の講座を受けている方が100人以上おりますので、ある程度のね、全国に散らばってますね、ご紹介できるかなと思いますね。概要欄の辺からお問い合わせいただければと思います。他にもですね、施術の動画ですが、セルフケアの動画を配信してますね。次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いします。夜間頻尿の経過報告ですが、施術後、朝までトイレに行かない日が、なんと、連続しております。順調です。先生、引き続き、継続治療の方よろしくお願いします。ありがとうございます。初めてじゃない、初めてじゃないですけど、久々に見るなっていう。あれ、いいじゃん、いいですか。やば、オーディオポーズ。めっちゃいい。すごい。自分で見てる。はい。悶絶してるからね、落ちてるはずなんだけど。でも逆に顔より。やばい。ドライバーの手に入れようかな。美しく。